おお、それじゃアクセルゆっくり踏んでよ。ヤマト家のパンティープライス。車歴、レンタカー、車外ナビ、テレビ、ETC 付き。東京渋谷区、電話してみます。母ちゃんの今の気持ちは？父ちゃんの今の気持ちは？いやー、父ちゃんは結構ワクワクでしかないよ。母ちゃんの気持ちは？母ちゃんの気持ちはワクワクドキドキだ。寂しい、シエンタね。まあ、車が売れるまでは家にあるからな。あの乗る売れるまで。マジで寂しいな。でも、まあ、いろんなとこ行ったから ね、これで。そう、いろんなとこ行った。静岡とかも行ったし、富士山見て朝食食べたし。多分来たあれじゃない、信号待ち。ほら、あれじゃない、あの 1,2,3 代目。ほら、あ、これじゃない、これ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 、絶対これだと思うよ。でも通り過ぎそうじゃない。ほら、ウインカー出したもん。あ、来た。どうするの。言うたら感じたら、もう例えで言えるけど、もう終わっちゃったんで、インカもらってお金もいただいちゃってるんで、全然綺麗やな。ハードディスクの波なんで、過去を乗ってた人のやつが入ってますけど、あ、なるほど、なるほど。それはあの、あ、味なんで。大和家ってどうすぐ出てくるんで。了解です。ステッカーゴンは多分出てくると思う。ああ、もうちょっと楽しみに。ちょっとそれは寂しくなったらまた見てもらって。寂しくなったら結構愛着湧いてくるんですよ。ああ、そうなんですね。うちはちっちゃい会社なんで、目の前の展示場で自分らで洗うんですよ。そうか、そうか。それは愛着湧きますよね。じゃあぜひ見てもらって。これからいっぱい出てくるね。それで楽しみ。すいません、はい、ありがとうございます。こっち側は JR なんですよ。はい、すいません、失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。キレ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 。じゃあエンジンかけてみる。ステップワゴンです。はい、ステップワゴンです。これ今見たけど、これパワースライドドアやね。え、これ、うん、どっち、これ開ける方。うん、一回押してみて。開きました。じゃあ閉める方、閉めたら行くよ。うん。シエンタよりすごいんですけど。やば、いいね。え、この間見たのは違ったよね。この間見たのはもうパワースライドドアじゃなかっただよね。え、めちゃいいやん。めちゃいいな。めちゃいいやん。はい、じゃあレッツゴー。行くね。気をつけてね。サイドミラーオッケー。あ、大丈夫。怖い。おお、ちょっとアクセルゆっくり踏んでよ。幅はね、そんなシエンタと変わらんからさ、
内輪差気をつけてね、ここ縁石やから。オッケーオッケーオッケー、待て車オッケー、いいよ、あー上手、怖いよ、上手走りましたよ。ああ結構あれやな、すごい軽いアクセル、アクセル軽い、軽すぎて怖いわどうすか、どう、むしろ逆に俺もちょっと運転させて。どこで変わる？コンビニかどっかに寄ろうか。うん。そしたらちょっとカフェオレでも飲もうかな。何？カフェオレでも飲もうかな。カフェオレでも飲もうかな。カフェオレでも飲もうかな。このカフェロ女が。ちょっと天気がいいからさ。いや天気悪くても飲みたいやん。ドライブ感覚でやっぱり、まあね、でもこれ使えんのやった。確かにこれだけな、中古で買おっか、ドリンクホルダーだけ。ハイテクなのにしてもいいよ。いやいや同じやつここ。でもまあ俺運転助手席に乗っとるだけやけど良さそうやな。安全運転や、うん、安全運転っていうかその車自体別になんか異音とかさ、ああそういうこと、うん、聞こえて、無理がなさそうってこと。そうそうそう、そうだね、一回も確かめてないもんね。うん、そのなんかエンジン音とかってことでしょ。そう、まあ口頭だけで聞いただけやから、ということでね、今ちょっと奥さんに運転してもらってるんですけど、この車レンタカーで使っていた車らしくて、実際距離が8万8000キロ乗ってる車ですね。まあ、まだまだ、乗れる感じかなというふうに思って、まあ、買ったんですけど、で、まあ、あのレンタカーって半年やったかなんかそれぐらい、半年か3ヶ月かちょっと忘れてたんですけどね、それぐらいで必ず点検を受けなあかんっていうのがなんか法律で決まってるらしいんですよね。なので、まあ、これはネット出た時にレンタカーの車やったらこれは絶対しっかり整備してあるなってことで、もうこれは買うしかないというふうな感じでね、ちょっと買ったんで、実際あの現物を見て買ったわけじゃないんで、まあ、あの口頭での電話でね聞いて現状確認して、あ問題ないですよってことで、電話出てくれた人もお店の人もすごい対応良かったし、で今回実際ね持ってきてくれたお店の人もすごいなんか良さそうな人で、愛想いい人でね、よく喋ってくれるし、しゃっかりチャンネルの宣伝。そうそうそう、しゃっかり僕らのあのチャンネルも宣伝しといて、あのもし見とったらね、あのチャンネル登録の方多分してくれとると思うんで前提に、はい、またねこの車が、どんな風にねちょっと変わっていくか、まあ、変わっていくかちょっと分かんないですけど、まあ現物でもいい感じだもんね。現物でもまあいい感じやけど、まあね、どうやろうね、まあ、ちょっといじりたい心があるでしょ、まあ、いじりたい気持ちもあるし、このまま折ってもいいかなっていう気持ちもあるけど、でも視聴者の皆さんは、視聴者の皆さんは多分いじる方を求めとると思う。でもね、やっぱりこの車の、買ったやっぱ理由っていうね、ポイントをやっぱり崩したくないから、その8人乗れるとか、まあ、崩さずに軽くまあ、見つけれたらいいなっていうふうに思います。まあ、過度な期待はしないようにお願いします。ということで、まあ、ちょっとね、しばらくちょっと嫁さんに運転してもらって、だいぶ慣れてきたと思うんで、まあでもね、慣れてきた頃が危ないからね。ね。はい。まあ、安全運転で行きましょう。はい。ということで、まあ、今回のね、動画は、まあ、以上になります。また、この車の行く末をちょっと見とってくださいということで、気になる人はチャンネル登録お願いします。お願いします。あとインスタグラム、ツイッターやってますので、フォローの方よろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。運転変わりまして、ケンジケンジケンジでございます。夏の日の1993、うん、ナイト
ディーナーディー。いや違う違うそれ。あ、それ違うか。それはアムロちゃん。それはアムロちゃんや。怒られる。こんなに安いのかっていうね、多分理由があるはずなんですよ。